さあ、続いだけてのど、試合もうに参り根性たいと思ね、います。キャッそチしれてでは試合、アンカすいませんでしたね。膝危なかったですね。そうね、あの体重で変な角度来ちゃうとね、折れちゃうね。さあ、合気道の回転です。でもまあ、なんとか続きまして、白崎。そうですね、はい、続いて合気道家対ダレツヨ道場。あダレツ、なんかダレツヨの選手も増えてますね、前に。そうですね、ダレツヨ道場、空手ですね。この試合、結構合気道家、空手家ってことは、この人は打率用で武術始めたんですか、ね、そうなんですよ。もともと本当に 筋トレオタクだったんですよ、秋田さん。勝つのはどっちだ。で、武術の体の使い方を学ばれてる。赤いグローブがこちら。あ、なるほど。すごい。今のすごかったな。あ、素晴らしい。素晴らしい。絶対止めないところがすごい。あ、なるほど。絶対止めないところがすごい。あの、コンコンって目付け扱いだよ。あ、なるほどね。なるほどね。あ、右ストレート。お、右ファイキック。右の前蹴りから白の先生白を返していく。進む進む止めない止めない。水もついてる。最初にこう飛びかかるあたりがね、もう菊野先生を発生しましたね。あ、もう右フックで殴りかかる。白スタイル絶対止めないですもんね。白リーダー素晴らしい。意外に意外に入った入った入った。ちょっと疲れてきちゃったんですか。白引いてきてる。それまでそれまで。さあ、ここで白3ポイント選手。いい試合でしたね。止まらないって大事ですね。なるほどね。それだけでも大きな学びです。